日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、今日撮影してるのは2月の5日なんですけど、もうまたスプラトゥーン3でフェスが始まりますということが告知されましたというわけで今回のお題はチョコレート、バレンタインにちなんだチョコレートといえばミルク、ビター、ホワイト。さーて自分は何チームに参加しようかなと思っているのですが、それよりも前回同様験担ぎをしたいと思います。というわけでこちらダースのホワイトとミルク、そしてちょっとビターっていうチョコレートが探した中でなかったのでカカオが多いカカオの明治カカオ効果、チョコレート効果カカオ 72%、まあ、カカオが強ければビターになるという安易な発想ですけど、で少しどれが一番好きかなというのを食べ比べてみたいと思いまーす。それではまずこちら、最初はシンプルイズザベストダースミルクからいきたいと思いますね。開けて、子供の頃から結構食べてるダースなんですけど、改めて食べるとどうなんだろう。ちょっとうまく出せない。落とすのビビってるのかな。はい、中はこのようにシンプルで小さめなチョコレートが12個名前の通りに入ってます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どの味が一番好み？そして今度のフェスで選んでくれる味になると思うの？あなたは？そうですね。いや、スタンダードでシンプルな甘さもいいのですし、このビターな苦味というのも捨てがたい。だけど、だから悩んで、だけど最後に結論を出さなきゃいけない。選ぶって本当難しいですねと思いながら最終的に選んだのは決めました。この後紹介しますね。でそれぞれの味についてですけど、やっぱりシンプルなのはそのまま想像できる味です。苦いのはうわーっとくるけど健康に良さそう。そしてホワイトは一番まろやかで優しく包んでくれます。ごちそうさまでした。最初に食べたダースミルクはやはりシンプルなチョコレートでほんのり甘い。だけどミルクがそこまで強くない食べやすい味ですが、逆に言うともう少し押しが弱いなと思えるような部分もありますね。で次に食べたこちらのカカオ 72% チョコレート効果はやはりカカオが強いので苦味があり、自分は好きですけど好みが分かれるかなと思いました。で最後に食べたこちらのダースホワイト、やはり通常のミルクよりもまろやかでミルクの牛乳の味が強く優しい甘さに包まれたい時にぴったりですね。なので今回はこちらの優しい甘さで包んでくれた白いダースが一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます。はい、それでは元旦の仏見るなりこの春は、いや春じゃないでしょというわけでご視聴ありがとうございました。スプラのフェスも気合い入れていきますよ。あなたも参戦しますか？ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。